ダルビッシュ有のコメント、日本では打ち取ったらキャッチャーの配球が良かったとか言われるけど、アメリカではそんなフレーズ一回も聞いたことがありませんからね。MLB が全てとは思わないけど、マジでリードばっか言いまくってるのやべえと思うわ。首振ることもできるし保守だけのせいにするのもおかしな話。巨人ファンだけやろ。坂本梅の論争。日本は大城しかおらんのかってくらい毎日大城のリード批判ばっかやもんな。これ断片的に切り取ってるわ。実際は、MLB はデータが発達してベンチからサイン出ることが多いって補足してる。アメリカはキャッチャーが投げる球種を決めるらしいからな。日本はキャッチャーが決めるしそこの違いもあるやろ。MLB は相手データの意味があんまないから、投手がその日いい球主体で投げるって聞くな。日本もピッチコムみたいなの導入して、ピッチャー主体の投球の組み立てになったらおもろそう。首振って配球指定もできるからな。配球は正直迷信だよな。昔谷繁がスタメンの日だけ全然打てんかったし、リードが投球に影響を与えるのは間違いないと思うけどな。普通投手が燃えたら調子悪かったなってなるのに、真っ先にリードがあってなるのはホラーの域。日本とアメリカでリード全然違うのにダルビッシュが言ってたわ草。そもそもうなずいて投げてるんやからピッチャーが悪いだろ。保守の信者が生まれた時点で、どのチームもリードの話になって論争が生まれる。そもそもこれが野球とベースボールの違いなんじゃないの？素人がリードとか一点の一部の異常な奴らだけやろ。MLB はアナリストがデータまとめてチームで配球がっちり決めて試合に入るんやから、保守だけのせいにならないのは当然や。保守を攻めがちな人大体失投で打たれても配球のせいにするのがな。今年経験の少ない若手が結構マスクかぶってるけど、投手崩壊してるわけでもないしリードの影響なんて微量なんすわ。日本の習慣に対して、これはアメリカだったらーっていうかぶれと同じだな。ダイヤの江野美幸が言ってた。ピッチャーとキャッチャーで作り出す作品ってのが一番しっくりくる。とはいえキャッチャーへの感謝は忘れたらあかんよ。